ました。持ち物を見てみるとレアな光草紫は185個ですね。なかなか今回集まらない。可愛いからね、人気を見越してあれなのかな、厳しめにしてるのかな、家具の前に立てるようにしてくださいってなってる。あれ、そしたら変な向きなのかな。はい、模様替えでちょっとこの子ですねを移動します。あ、こうなってたのか。じゃあこうしましょう。これで終了、保存ってすると立てるのかな。はい、ということで作っていきましょう。こちら7個ですね。はい、結晶アップ持ってるからね、まだマシかな。お、6個、結晶ゲットできた。これはでかい。さあお届けしていきましょう。はい、続いては怪獣の森の草むらを買おう、そしてはしごを作ろう、お届け仕様になります。はい、草むら、怪獣の草むらだって。プリマはここにいます。ノンさんのお隣にいましたね。これだ、これはかわいい。1個と言わずちょっと大量購入したいところですが、とりあえずクエストクリアを先にしていきましょう。1個ゲット。はい、で戻ります。お部屋で工作をしていきましょう。はしごには何が必要なのかな。あ、これもあれですね、レア素材のみで、まだ結晶はいらない感じですね。ありがたい。はい、続いてははしごをお届けしよう、いきます。はい、ヨウちゃんのところに行って4つ、これも全部じゃなくて半分ぐらいでいいんですね。はい、アーチをもらいました。では光草の結晶を集めようと、結晶と瓶をノンさんと交換しよう。じゃあノンさんのところに行って瓶を交換するのに何個必要か見ていきましょう。はい、結晶2つ必要なんですね。ということは8個交換しなきゃいけないから16個結晶が必要になります。はい、今私手持ち6個あったのであと10個あればいいんですね。じゃあこれを10個作ってみます。さあ何個結晶出るかな。お、もしかして、わあ、ありがたい。はい、交換できますね。これでここで結晶出ないと結構しんどいな。ということでクリアですね。お、2つもらいました。これは嬉しい。さあ続いてが今日の夜中までの先行ボーナスもらえるクエストになってきます。怪獣の森の椅子を作ろう、そしてお届けしよう。はい、これ椅子作るのに多分じゃないかなと思うんだけど、2個ずつ使うんじゃないかなと思ったりもするんだけど、とりあえず見ていきましょう。さあどうだ、やっぱりね。ということは4個分の材料しか今ないんですね。まず4個作ってしまいます。あと3個なので結晶が何個必要になるんだ。瓶が6個だから結晶は12個必要になるんだ。12個、はい、12個を作ってどうかな。さすがにマックスでは出ませんでしたね。まあでもこれぐらいだったら OK。 はい、4個使って、はい、ゲットできました。では、はい、工作するじゃない、
届けのところに行って、まずアノンさんと材料を交換していきます。はい。いいのちょうだいな。6。はい。そしてもうここで、イブちゃんに届けちゃいましょう。あとは残りを作ります。はい、3個ですね。はい、ということでクリア。あ、よかった。はい、ということで先行ボーナスもらえましたが、結構厳しかったね。模様替えを見てみます。はい、アーチをもらいました。アーチどこに置いとこうかな。じゃじゃじゃん。あんまり邪魔にならないあたりに。ここら辺にでも置いておきましょう。そして川？素敵。どうしよう。あ、ちょっとここら辺にでも置いてみましょうか。もう一個。あ、もう一個は打足だな。ちょっと後ろの方に流れてるよ的な。こんな感じにしておきましょう。はい、これもね1個ぐらい置こうかな、可愛いから。ということで今の進捗状況はこんな感じにしておきましょう。はい、そして見た目ですね。ゲットしたものをくっつけていきます。あおー、どうなるのかな。あー、こうなるんだ。なるほどなるほど。合わないから天使は消して保存すると、おーガオーって言ってる後ろ姿でも。はい、ということでこんな感じで吹き出しつきました。はい、続いてのクエストはこちら。もっと怪獣の森のはしごを作ろう。怪獣の森のはしごをお届けしよう。そして結晶とボンドーノンさんと交換しようとなります。お空がもらえるのでね、また雰囲気変わっていいかなと思います。最後のクエスト、4月28日までにクリアできたらこちらの森の家がもらえるので頑張っていきます。とりあえず明日はもう収穫デーですね。もう2日ぐらい収穫デーにしてもいいかもしれない。今持ち物を確認すると23個余ってるので、だいたいクエスト2ぐらいから150個ぐらいかけると先行クリアできるかな。この6のところの先行クリアできるかなと思います。はい、ということでね、もうちょっとだと思うんですが、参加している人頑張ってクリアしてみてください。はい、ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。